1>, 1メトキシマイナス2プロパノールは、1メトキシプロパンマイナス2オールとも呼ばれる、第2級アルコールの一種である。1メトキシマイナス2プロパノールは、プロパンマイナス1、2ジオールの1位のヒドロキシ元だけが、メタノールのヒドロキシ元と分子間で、脱水縮合して、エーテル結合をした構造をしている。分子量は90.1210である。 なお、1メトキシマイナス2プロパノールの2位の炭素、すなわちヒドロキシ元が結合している炭素は、キラル中心であるため、1体の共造異性体を持つ。上圧における有点は低、摂氏96度から低、摂氏95度程度、上圧における沸点は約摂氏119度である。したがって、常温上圧において1メトキシマイナス2プロパノールは液体として存在する。なお、 この液体は無色透明である。なお、インカテ点は摂氏31度と常温よりもわずかに高い程度であり、摂氏287度に達すると自然発火する。酸化プロピレンの一般的な反応として酸化プロピレンと第一級アルコールとが反応すると反応させた第一級アルコールのヒドロキシトと反応を起こす。結果として酸化プロピレンの一位の炭素と 第一級アルコール側の酸素が直結した構造の化合物、すなわちエーテルを生ずることが知られている。よって、1メトキシマイナスにプロパノールを合成するためには、酸化プロピレンにメタノールを反応させればよい。なお、工業的に生産されて、一般的に流通している1メトキシマイナスに、プロパノールは、S 体と R 体の混合物である。酸化プロピレンと、 メタノールとが反応すると、1メトキシマイナス2プロパノールが生成する。プロパンマイナス1、2、ジオールは、1、2プロパンジオールとも呼ばれ、汎用名では、プロピレングリコールと呼ばれる。つまり、1メトキシマイナス2プロパノールには、R 体のマイナス1メトキシマイナス2プロパノールと、S 体のマイナス1メトキシマイナス2プロパノールが存在する。 正式の出点1メタキシーマイナス2プロパノルハットエビ化学式の出点1メ,1メタキシーマイナス2プロパノルハット PM ソルベント P6CASRN107 から98から2 1メタキシーマイナス2プロパノル1メタキシーマイナス2プロパノルハットシンセシスオブプロピレングライコールメチールエーテルフロムメタノールプロピレンオキシドオーバーアルミナ ピラードクレイズ1またアキシープローパンマイナス2、おる。ありがとうございます。